どうもグループインフォーです。どうもです。ようです。はい、今回はカスタムシャフトの指導をしていきたいと思います。サイリが UB、リアマナが PD、スピーダーの NX ですね、うん。今回はトモのヘッドスピード45で、ヘッドがね、一応 VD と VD59 リミックスのヤマハのねやつで売ったんで、まあ、一応いろいろ試した中で見ていこうかなと思うんですが、組み合わせだったりとかして見ていこうかなと思います。ではもう見てもらいましょう。はい、はい、どうぞ。
ですね。はい、見てもらいましたが、まず、もう先に言いましょう。 UB どうですか？俺はあまり何も分かりませんでした。 UB が一番そうね、どのヘッドにしてもダメだったでしょ、うんうん、これ、まあ、打ち手が悪いのはもうキャッパー分かってますけれども、うん、まあ左右どちらも出るし、スピンもね、多かったり少なかったり、まあいろいろ出てたなという印象ですね。どちらのヘッドにしてもね、うん、一応 UB はその DI とかちょっとフェード系のそこまで球も高く上がるっていう感じではないシャフトなんだけど、 DSI の次に DI がさ、なんかプレミアムカスタムシャフトみたいな位置づけで出してたじゃん。 あれがあのいい時はさすごい良かったけど、うん、ラウンド行ったらさ全くだったじゃん、もうそんな状態だったじゃん、うん、多分当たればいいんだろうけど、うん、そんなの期待しちゃダメじゃん、うん、ラウンドで、うん、っていうような感じの、うん、全くな感想でしたね。PD です、うん、PD が一番無難だったんじゃないかな、うん、どちらのヘッドにもまあまあ合わせられてたし、結構飛んでるやつもあったので、うん、もう左右もあの曲がりはそんなにない感じだったんですけど、うん、そうだと思いますよ、うん、僕は癖もなくと言っても、NX を買っているので、はい、50の SR を買ったんで、うん、一応まあ NX の方も 5S ですけど今回、うん、どうですか？僕はまあ5SR を持ってるからだけど、うん、5S でも僕は少し硬いかなっていう感じがしてる。そうだよね、うん、だからシダをしに行った時に 5S が基本こうあって、うん、それ打った時にハードに感じたから SR 買ったっていう感じだから、うんうん、ジャッタスとかそうねだけども全然硬い。いやだからこれ NX もし選ぶ時は結構スペック落としてもいいかもしれないよね、うん、だからまあスピーダー系ねエボがあったけど、まあなんかどちらにもないこの偶数奇数にもない感じがする、まあ奇数ではない感じです、うん、そんなに捕まる感じじゃないので、うん、あの5とかすごかったし、あめっちゃ捕まってたし、うん、よりかはね捕まる球というよりはフェードもね増えてたと思うし、うんうん、まあ、かといって捕まらないということもないので、まあ、これもヘッドの組み合わせもあるかなと、うん、まああとキングもまだ打ってないのでこの動画の時には、ね、うん、あそうね、うん、まあ、なので一応またキングも、ね、打ってみてまたそれも動画にしたいなと思います。はい、と、はい、いうことでした。今回はありがとうございました。